ちょっとどれぐらい柔らかいのか見せてくれないか。私すごく硬い。これぐらい。ふざけてないですか。本当に本当にリュウさん、私硬いんですよ。ほら。ちょっと横向きでやってもらっていいかな。やるの。せーの。こんにちは。お風呂入ったらまずどこから洗うの。まず手を洗う。でも本当手を洗って、うん、あのバイキン落として体を洗う。おー、バイキンがいろんなとこから入っちゃいけないからな。どこから入っちゃいけないんだ。一番自分の一番どこが汚いと思うんだ。簡単だよ、根性だよ。はい、OK です。本当に答えそうになった。なんか願い事何でも聞いてやるぞ。俺の玉を持って、はい、玉持って何かお願いしたら何とかしてやる。わかりました。よ、声に出して。いいよ、声に出して。声は大きい方か。あ、比較的。大丈夫かな。アナウンサーに今も反対しているというお母さんに一言言ってやれ。東京で頑張ってるんで認めてください。まだ認めてないって本当か。ちょっと反対気味です。なぜだ。テレビで下ネタ言うから。何々上手って言葉あるだろう。はい。中野は何上手。時間上手。時間うまく使う。じゃあ2時間みたいな。それは長い。あら、高島さんいらっしゃったんですか。どうも。ちょっと後輩の仕事ぶりをチェックしに。はい。あ、そうですか。じゃあせっかくですからお二人でやっていただきたいことなんですけどいいですか。何ですか。高島さん、おせんべい硬いのと柔らかいのどっちがお好きですか。柔らかいの。あの濡れ線が好きです。中野、はい、おせんべい硬いのと柔らかいのどっちが好きですか。私硬いのが好きです。もう OK じゃないよね今の。 OK。 ありがとうございます。もう濡れ線とか言われてくださいよ。でも本当にそうなんです。すごい濡れ線が好きで、うもうこの濡れ線が好きってすごい言ってましたよねこの間。高島言われてるらしいよ。あいつは濡れ線だって。違います。ファーストキスはいつなんだい。ファーストキス高校生の時。それは目を閉じたのかい。いや、閉じる間もなく。政府にも何にもどこが政府なのか分かんないよ俺。あ、高3って言えばよかったかな。高1と思われたら嫌だな。やらしいって連想する果物って何だと思う。やらしいっていう連想する果物。これはやらしいぜって果物なんだと思う。ライチ。言葉を失うな。罰ゲーム、なんでですか。俺の鼻にキスしろ。え、チュってしてよ。俺の鼻にチュって。なんで罰ゲームなんですか。なんでも罰ゲームなの。チュってしてってな。じゃあ、いや、するから目つぶってください。一番エッチだと思う言葉は何だ。エッチだと思う言葉。そうだ、一番エッチだなと思うこと。生。ちょっと待ってね、もう一回聞かせてくれないか。今のはすごかったぞ。